美味しいけどカロリーが気になる、そんな中華の定番が健康的なヘルシー料理に大変身。今現代人に不足している栄養素、それは食物繊維です。一般的に1日あたり 20g ほど必要と言われているんですが、ほとんどの人が足りていない状況です。ちなみに 20g の食物繊維を摂取するには、キャベツを一玉以上食べてようやく取れるくらいの量になります。キャベツ一玉って結構食べるの大変。そんな中、食物繊維が豊富と言われている大豆のお肉にはキャベツの約3倍の食物繊維が含まれてます。大豆のお肉で体にも嬉しい絶品メニューを、今回は大豆のお肉スライスタイプで作るホイコーロー。一般的なホイコーローに使う豚肉は食物繊維ゼロ。でも大豆のお肉を使えば手軽に摂取できてしまうんです。そしてもっとお手軽に美味しくなる、大豆ミート料理研究家坂東真由子のワンポイント。下ごしらえの時、大豆のお肉に片栗粉を表面に軽くまぶしておくことで、炒めた大豆のお肉がとろりとした舌触りに、タレも絡みやすくなるんです。ごま油で1分炒めて表面に焼き目がついたら、キャベツ長ネギと一緒に酒を加えて蒸し焼きに。みりんや甜麺醤、鶏ガラスープの素などで味をつけ強火で炒めれば、大豆のお肉のホイコーロー完成。豚肉で作ったホイコーローと比べるとカロリーは3割減っているのに、食物繊維は5割以上アップ。そして一番大事なお味は、美味しかったです。お肉では取れない栄養素が大豆のお肉なら取れるっていうところもすごく嬉しいポイントだなと思います。味はもちろん、その栄養でも期待にお応え、大豆のお肉スライスタイプでした。